も伺えればと思います。また先ほどはカピバラの温泉動画をご紹介していたんですけれども、皆さんご覧になられましたか？とっても可愛らしかったですよね。見逃した方のためにもう一度見ていきましょう。いや、私もこれ番組始まる前に拝見しちょっとね、癒されました。可愛いですよね。ゆず風呂なのかな、ゆずがたくさんあってね、5匹いるのか。あれ、画面右側の子、あ、よかった、息してました、息継ぎしてました。いや、なんかずっとね、水にいたのでお湯の中にいたのでちょっと心配しちゃいました。よかったです。まあ、ぜひ皆さんも